はい、あらら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 らピッピッピッ、どうだ、いけるか。はい、ガッチャンです。今日も、ジャンピングエクササイズをしながら、なんか適当なお話をしていきたいと思うんですが、ちょっとこれが邪魔だね。よいしょ、ちょっと、よっこら、汗、見えるかな、見えないかな。そう、これをもうちょっとこっちに押してみよう、ね。はい、そんなわけでやっていきます。はい。その前に、ダイエット効果を高めるために、なんだっけ、スクワットを15回3セットして、その後に、15回3セットした後に、ジャンピングエクササイズをするんですが、昨日から4分にしました。はい。4分にしました。なぜかというと、私の体重が今、今日実は、ずっと105キロ切れなかったんだけど、今日実は 104.5 キロだったの。で、昨日の段階でどうしても切りたいと思って、まあ頑張って、今まで3分をやってたのを4分に変えました。そしたらね、見事ちょっと結果が出てきたかな。まあそんなわけで今日も、3分じゃなくて4分やっていきます。はい、いきます。1回。2回、3回、4回、5回、6回、そう、7回、8回、9回、10回、はい、11回、12回。今日がね、動画撮り始めて、30日目です。ああ、そう、今日きついな。なんか今日きついな。はい、30日目なんですけども、その前からね、その10日前からやってるから、今日で実質 XM3 とスーパーミックスを使った、エクササイズっていうか、ダイエットは40日目なんですね。はい。なんとかさ、停滞期を抜けたとしてね、停滞期を抜けたならば、なんとか、50日目までに100キロ切りたいよね。そう、食生活のね、乱れもちょっと直しながら来たので、2回目、いくよ、せーの。食生活の乱れも直しながら来たので、そう、なので、なんとか、あと10日で 4.5 キロ、行きたいなぁ。そう、10日で5キロったらさ、楽しくね。そう、でもね、目標立てないとさ、そう、まあ一家になっちゃうし、私はさ、もう超巨大おデブさんだから、そう、だから5キロね、落ちるときは落ちるんだよね。そう、だからあと10日で、10キロ、なくて5キロ、あと 4.5 キロか。まあね、一日やっぱり残り差があるからさ、なんとも言えないんだけどさ、そう。で、なんとか、あと、10日で、5キロ落として100キロ切るぞーみたいな。はぁ、はぁ、はぁ、で、やってます。でですね、今ね、同時に、ギターの練習なんかもしてるんですけども、12月に写真集、電子書籍のね、写真集を2冊出す予定です。はい。それはですね、今まで応援してくれた皆様に
ぜひなんか私からのクリスマスプレゼントってことで、25日までに、24日までになんとか完成させて発行したいと思うんですが、どうやって届けようか考えたんだけど、LINE アットに登録していただいている方に、全員に無料でお送りさせていただきます。Kindle でも何でもない、どこにも売ってない。はい。来月以降ね、Kindle、Amazon で販売する予定なんですけども、販売する前に、はい、その元データのね、電子書籍のやつを皆さんに、配ろうと思ってます。そんなわけでね、今日の動画のこの最後に、LINE アットの、登録アドレスと、QR コード、両方載っけておきますし、その下のね、コメント欄の中にも、QR コードなくて、LINE アットに登録する、画面を入れておくので、そちらに、登録してください。そうした方に、全員に24日まで、まだできてないからね、24日まで。だって LINE アットだって最近作ってなかったから、やってなかったから、作り込んでない感じなんで、なんとか24日まで全部揃えて、皆さん、どうぞ、良いお年をみたいなプレゼントしたいと思いますね。ぜひ、LINE アット登録してください。あと3回、あと言わせと忘れた。よし。そう。これね、手、こうやってどうやってるか、何かっていうと、そう、バランス取ってるのと、ただ、数字を数えてるだけです。そう。でですね、そう、モリンガっていう、ダイエットサプリを使って、人生最後のダイエットをしてますが、仲間でね、友達とやってる、世界のみんなでダイエットっていうブログが、アメブロのね、なんか上位に食い込んできて、そう、もうすぐね、ダイエット部門の、はい、上位100人に入りそう。で、ダイエット部門ってね、ブログの中じゃ、ものすごく激戦区で、なかなかね、上位に入らないっていうので有名らしいんだけど、まあね、楽しみながらやってるのが、なんとなく上位に来たので、嬉しいばっかり。そちらもね、そうだな、そちらも、コメント欄のところに、それから説明欄のところに入れておきますので、どうぞご覧ください。で、ぜひね、アメブラという人、いいねを押してください。ぜひぜひぜひ。と、あと、その中で、ブログじゃないや。なんだっけ。その中に、なんだっけ。なんだっけ。あ、そう、ブログランキングのバナーも貼ってるので、ぜひそこを毎日ね、毎日投稿してるので、私じゃないですけどね、3人、4人、5人、6人、7人で、投稿してますので、それに、ポチンと押してもらえば、はい、投票 OK です。はい。ね、私はね、週1回担当してるんですけども、今ね、中学生でもわかるダイエット、の科学っていうテーマで、連載してます。はい、まあね、皆さん死ぬとおり、私ダイエット初心者なので、まあ、どこまで話できるかわかんないですけども、でもダイエットじゃない部門では、結構ね、いろいろお話できることがあるかなと思って、そっちに話をね、ちょっと微妙に行ったり来たりさせながら、きっついな今日、で、書いてます。部屋が暑いせいかな。今日きついな。と、しかも、あと3分もある。8、9、10。あと3分だな。と、いいんです。そう、きつくても。だって、あと10日で 4.5 キロだからね。それはきつくて当然だよね。さあ、いいんだ。頑張るんだ。そのブログの中でね、今日、ダイエットする目的っちゃ大事じゃねえかって話をしたのよ。そう、私自身がそうだから、そうだからっていう話なんだけどさ、ダイエットしたいって思うのは誰でもできるし、ダイエットしようっていうのは
口で言うのは簡単よ。もちろんどんどん言っちゃっていいと思うんだ。悪いことは何もない。でもさ、じゃあ実際にほら私なんてさ、もうそもそも30キロとか40キロの世界だから、それくらいのダイエットしようと思ったら、やっぱね、モチベーションを維持するのがめっちゃ大変よ。そうで、もうさ、まあ、世の中にはね、あの大半の人があと2キロ痩せたいとか、あと3キロ落としたいとか、あと1キロ落としたいという話だけど、違うからね、私の10倍だからね。だからさ、自分のモチベーションをどうやって保っていくかっていうのが、まあ難問なわけよ。そう、その時にさ、やっぱさ、目標のダイエット、目標のさ、やっぱ、やる理由の先にさ、目標の、体型とかあると思わない？例えばさ、昔着たワンピースが着たいとかさ、そう、昔履いてた、ミニのスカートが履きたいとかさ、そう、もう着れなくなった服が入るようになりたいとかさ、好きだったブランドの服を着たいとかさ、そう、あとは痩せてどっか美味しいところ行きたいとか、痩せたからこそ行けるような、アトラクションとかもあるわけじゃん。そう。だって、その、痩せることが目的じゃなくて、痩せた先に何を目的にするかで、随分モチベーションって違うと思うんだよね。そう。ちなみに私はね、とりあえず、100キロ切ったらね、100キロ切ったら、ラーメンが食べたい。その後ね、1キロ太ってもいいから、ラーメンが食べたい。おい、みんな聞いてるか？ 100 キロ切ったらラーメン連れて行け。でもね、だからものすごいラーメンが食べたいってわけじゃなくて、なんとなくね、そう、ずっとここ40日ぐらいパンは食べてないでしょ？あ、昨日ごめん、アンパン1かけら食べた。あ、シュークリームも食べた頃もあったな。そう。ね、よし。まあ、そんな感じでね、そう、今はね、そんなにあれこれ食べたいってわけじゃなくて、そう、体に合わせて食べてるって感じだから、まあ何でもいいっちゃ何でもいいんだけども、そう、脂っこいのとか別に食べたいと思わないんだよね。XM3 の効果なのか、スーパーミックスの効果なのか、はたまたそもそもモリンガのパワーなのかよくわかんないけど、まあ、そんなわけでですね、そう、あと5日、10日で5キロ目指して、ダイエットするぞ。で、そう、スーパーミックス、XM3 の、サプリメント。はい、皆さん試してみたいという方には、皆さん無料でサンプルを送ってますので、ぜひご応募ください。はい、ごめんね、YouTube のコメントあんま見てないんだよな。そう、だからコメントもらっても見落としてることが多いんだけど、メールアドレス入れてあるので、そこにメールでサンプルくれって送っていただければ、対応したいと思ってます。はい。あとね、身近な皆さん、そばにいるとね、会うと痩せたんじゃねってやっぱり言われるのよ。そんなわけでですね、ぜひ、みんなでダイエットしませんか？だってさ、一人でテンションよくダイエットはね、続かねえよ。そう、私もね、世界中のみんなと一緒にダイエットしてるし、そのチームに支えられてダイエットしてるから、そんなに苦じゃないけど、一人だったらね、もうとっくにやめたかもしれないな。まあ、そんなわけで、明日からも頑張ってエクササイズしますね。皆さん、本当楽しみに。というわけで、ガッチャンでした。おやすみ、お疲れ様。ピッ。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた
いただけばもっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひここのチャンネル登録とその脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエットもしくはギターとかね他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけでいつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。